は実際にアフィリエイトページを追加する方法をやっていきたいと思います。まずページを追加していきますので、はい、一番下の Add New Step ですね。 Add New Step を押してください。でこちらのお名前はアフィリエイト登録ページ、こんな感じで入力をします。パスは後ほど設定してください。そしてクリエイトファネルステップを押してください。はい、押しましたら次のページで、はい、たくさんのテンプレートの中からご自身の好きなデザインを選ぶことができます。でやっていただきたいのがこちらの上がオプトインセールスウェビナーメンバーシップってなってますので、この横にアフィリエイトってあります。今回追加したいページはアフィリエイトアクセスですので、このページの中からアフィリエイトアクセスをクリックしてください。そうしますとこのように、はい、テンプレートを使用することができます。なのでこの中からどれか好きなデザインを入れてみていただきたいのですが、例えばちょっと見てみたい場合はここのプレビューを押してください。そうすると新しいタブが開きまして、こんなイメージですということが見ることができます。これシンプルで良さそうなのでこれにしたいと思います。では選びたいときはセレクトテンプレートですね、選んでください。そうしますと読み込みをしまして、アフィリエイトページを追加することができます。そしてパスの設定などは後からやってください。さあもう一つ、今アフィリエイターさんの登録ページを作ったので、今度はアフィリエイトアクセスと呼ばれるリンクの発行ページを同じような手順で作っていきたいと思います。 Add New Step を押します。でリンクアフィリエイトリンク発行ページ、こんな感じで分かりやすい名前をつけてください。パスは後で設定してください。そして、はい、先ほどと同じようにこの上のタブからですね、ちょっと今から出るんですけども、はい、出ましたね。この上のタブからアフィリエイトを選んで、アフィリエイトエリアの方を選んでください。はい、そうしますとまた数々のテンプレートがありますので、これがおそらく先ほどのデザインの対になっていると思いますので、またプレビューで見てみます。はい、こうですね、なってますね。はい。なので、これにしたいと思いますので、セレクトテンプレートを押してください。はい。読み込みがされますと、はい。このように編集可能になってきます。はい。そして、実際にこの中のページの編集は、他のクリックパネルのページの編集と何ら変わりはありません。エディットページを押してみます。開いていただくと、このように他のクリックパネルと同じページの操作性になってますので、ここら辺のデザインですとか、この下にいろいろ付け加えるだとか、説明を入れるとかは、各自やっていただけたらと思います。そしてですね、こちらのだけは、クリックパネルの、アフィリエイトの独特の設定になりますので、ちょっとセッティングを見てみましょう。そうですね、こちらの、英語になっている部分は、こちらの歯車を押していただくと、このように E メールってなってるのは、こんな感じで直すことができます。E メール。そうですね。すぐ直ってないんですけれども、はい、この、セッティングの中でいろいろ直すことができますので、ここで直してください。そうですね。はい。できましたら、右上のセーブを押して、完了となります。はい。それでは今回はアフィリエイトページを登録する方法をやってみました。また別の動画でアフィリエイトのページの詳しい設定の方法をやりますので、次の動画でお会いしましょう。